ボイチェフ・コルファンティ。ボイチェフ・コルファンティは、ポーランドの民族運動家、ジャーナリスト、政治家である、ドイツ帝国議会議員かつ、プロイセン王国議会議員となる。また、いわゆる準軍事的組織のリーダーでもあった。ドイツ人とポーランド人が混住していたウェシュレジアで、複数の放棄を起こしたことでも知られている。彼は、第一次世界大戦後の民族統一運動で、 有名である。ポーランド人を差別から守り、第一次世界大戦前にはウエシレジアのドイツ化政策に対して戦った。戦後はドイツ人が多数居住していたウエシレジアをポーランドに併合することを主導的に衝動した。コルファンティは当時ドイツ領だったウエシレジアのシェミアノビーツェの炭鉱労働者の息子として生まれた。 1895年から1901年にかけて、彼はまず、ベルリンのシャルロッテンブルク法科大学で、哲学、法学、経済学を学び、当時ドイツの大学だったブレスラウ大学の編集長となり、上シレジアのポーランド語話者に向けて、民族意識の性を訴えた。1903年に、コルファンティは、ドイツ帝国議会議員に選出され、 さらに1904年にはプロイセン王国議会議員に選出され前者と兼任することとなった。後者では独立したポーランド人派閥ポルスキコロを組織して代表となった。このコルファンティの活動は伝統からの大きな脱却となった。プロイセン王国のポーランド人少数民族は選挙ではそれまで常にカトリック中央党を支持していたからである。カトリック中央党が ポーランド人の諸権利を否定するようになると、ポーランド人はカトリック中央党から距離を置くようになり、他の派閥に非合を求めるようになった。1901年に発刊され激しく議論の交換された新聞、フレッチ・ゼット・セントラム、中央党を離れて紙で、コルファンティはドイツに住むカトリックのポーランド語話者に向けて、自らの民族的無関心を克服するよう促し、 政治的忠誠を超国家的なカトリックから、ポーランド民族運動にふとするべきだと強く訴えた。しかしコルファンティは、自らのキリスト教民主主義に対する信念は、保ち続け、後に、ポーランドの政治において、キリスト教民主主義を復活させた。1918年第一次世界大戦終了時の、ドイツ帝国の崩壊は1795年から、 消滅していた独立ポーランドの国家の再生をもたらした。1918年10月25日のドイツ帝国議会での演説で、コルファンティはプロイセンの地方に過ぎなかった西プロイセン、ポーゼン地方、東プロイセンの一地方、シレジアの一地方の新生ポーランドへの活譲を求めた。これらの地域の住民はほとんどドイツ人が多数派であった。 戦後のビエルコ・ポルスカ法規とこの地方のポーランド地方議会のメンバーになった。また、上シレジアではポーランド人住民投票委員会の委員長となった。1921年にはシレジア法規の指導者の一人であった。シレジア法規は上シレジアにおけるドイツ人支配に対する反乱で、第三回シレジア法規の結果、上シレジアのほぼ半分がポーランドに併合されることになった。 コルファンティは1922年から1930年にかけてポーランド国会政権で副首相を務めた。1924年からはジャーナリストとしての活動を再開し、ゼックス・パスパリタ氏とポローニア氏の編集長となった。彼はユゼフ・ピウス付きの5月クデター政権の樹立に対してキリスト教民主主義の立場から反対の論人を張った。1930年、 コルファンティは逮捕され、ブレストに収監された。地の政府に反対する左翼と中道の政党連合であるチェントロレフの指導者も一緒に逮捕、収監された。1935年、彼はポーランドを離れ、チェコスロバキアに移住し、そこからイグナツ・パデレフスキとブワディスワフ・シコルスキに化した。チェコスロバキアがナチス・ドイツに侵略されると、コルファンティはフランスに移った。 ナチスドイツが1934年に締結されていたドイツ・ポーランド不可侵条約を破棄すと彼は1939年4月にポーランドに戻った。ポーランドの独立に対する新たな脅威が国内の政治的分裂を解決するという希望が持てたからである。しかし彼は帰国後即座に逮捕された。8月には健康状態が刑に耐えられないとして釈放され、 その後間もなく他界した。これは、ドイツのポーランド侵攻によって、第二次世界大戦が勃発す2週間前のことだった。彼の死因の詳細は明らかでないが、拘置所で受けた扱いが彼の健康状態を悪化させたのではないかと言われている。1945年以後、ポーランドの独立の唯一の指導者として、共産主義者たちが正当性を主張していたとき、コルファンティは、 名誉回復された。上、シレジアのポーランド人住民を差別から守ろうと戦ったことと、シレジアのポーランド人住民をポーランドに投合することに努力したことが評価されたのである。現在、ポーランドの多くの街路、広場、公共施設が彼にちなんで名付けられている。1945年に、シレジアのオポーレがポーランド領になると、オポーレ市内にある町フリートラントは改名し、 コルファンティーを叩たいたて、コルファントゥフとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。